オスカー・ルイス・コラス・レオンは、キューバ共和国、サンティアゴ・デ・クーバ州出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2015年8月28日から日本で開催された 2015WBSCU-18 ワールドカップにおいて、キューバ代表として、投手登録ながら、4番指名打者で5試合に出場。19打席7安打だ6打点の成績を挙げる。 2016年からセリエナシオナルでベースボールのアビスパスデ・サンティアーゴデクーバに所属。23試合で打率。278、4本類打、11打点の成績を残した。2017年5月10日に福岡ソフトバンクホークスへの派遣が発表され、5月23日に同期入団のリバン・モイネロと共に入団会見に臨んだ。背番号は144。 3軍戦において、野手として40試合に出場し、打率245、4本塁打、16打点の成績を残す。投手としては9試合に、登板11回に3を投げ、防御率1.14だった。8月29日に行われた、ウエスタンリーグ、対オリックスバファローズ戦において、2軍公式戦初出場、初安打を記録する。 2018年は野手に専年。二軍公式戦では55試合に出場し、打率、212、7本塁打、22打点を記録し、三軍戦においては50試合に出場し、打率、252、3本塁打、5盗塁、23打点を記録する。2019年も引き続き野手に専念し、前半1047試合で打率、296、 9本塁打36打点の好成績をマーク。ウエスタンリーグの格段劇成績で上位に入る成績を残し、6月24日に球団から支配下登録に移行することが発表された。背番号は46に変更となる。8月18日に一軍に登録されると、その日に対西部戦にて7番、右翼手で出場。 2回裏のプロ初打席で、とがめ県の投じた初球を、宇宙間スタンドに、プロ野球史上9人目となる、プロ初打席、初球本塁打を放った。2020年1月3日に、MLB との契約を目指して亡命した。NPB 球団の契約下にある選手が亡命のために、無断で失踪した事例は初めてと言われる。 そのため契約更新はできておらず、1月28日にソフトバンクから発表された支配下登録選手工事の中に名前は掲載されなかった。その後、2月19日付で NPB から制限選手として工事。本人は契約無効を主張している。12月2日、ソフトバンクは制限選手としていたが、保留選手から外し自由契約とした。 野手としては、外野と一塁を守る、長距離打者。フリー打撃では飛距離140メートルの打球を放つ。投手としては、最速時速148キロメートルのストレートを持つ、二投流。新聞等では、キューバの大谷と評される。ありがとうございます。